僕が子どもの頃に憧れて大好きだったおもちゃになりますこれがさロボットに変形合体するとはちょっと思えないと思わない本当に珍しい合体パターンでしたよね子どもが遊ぶものなんだけどなんかずっと僕にとってはこう憧れのものに見えますボタファの秘密基地 動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日の変形、変形、変形は、これだ超新星、フラッシュマン、フラッシュキング、デラックス超合金、フラッシュインボックスだ <laughs> ああ、全国のガング野郎、集結せよ今日はね、変形、変形、変形として、まあ、これで遊ぶというのがメインとなります。ちなみにこれは、あ過去にレビューをしているんだけど、まあ、もう、 あの、調べたら6年経ってるということで、改めてもう一回ちょっと、まあ、レビューというか、まあ、本当に遊んでいきたいなと思います。これを知ってる人も知らない人も、どうぞ最後まで見てください。僕が子供の頃に憧れて大好きだったおもちゃになります。僕は今日、このフラッシュマンの玩具をメンテナンスしていました。というわけでね、えー、ま、これを引っ張り出してきたわけです。改めてこれは、スーパー戦隊シリーズ第10番。 えー、1986年に放映された、えー、超新星フラッシュマンの1号ロボ、フラッシュキングの、まあ、超合金のおもちゃですね。デラックス超合金。でね、実は僕、これね、2つ持ってます。<laughs> 懐かしさにちょっと浸りませんかじゃーん、こんな感じですね。おもちゃなんだけど、なんか大人がたしなむようなさ、そういう高級感があります。ちょっと開けてみましょう。おー、こんな感じでね。 今のおもちゃにはあまり使われていないメッキだとか、ダイキャスト。まあ、超合金がね、こう、ふんだんに使用されています。いいよね。ちなみに、あの、僕が動画でよく登場する方がこっちですね。割と綺麗な方。でこっちは、もう本当にガシガシ遊ぶようですね。この箱から、こう出す瞬間が本当にたまらないです。こうやってね、無心で、 遊ぶととそのの当時のことを思い出すすんですよね自分の記憶確かならこの年に始まったあのねたけしあのごめんなさいあの志村けんさんと加藤茶さんの何だっけなご機嫌用ご機嫌用なんとかテレビっていうのがあって、うん、それめちゃくちゃ見てたんだよね、うん、アニメとか特撮以外にも、うん、そういうの見てましたよねこれがタンクコマンド 改めてこのスーパー戦隊シリーズ40今度で6作品目かなんだけどもその中でも本当に珍しい変形合体パターンのこのフラッシュキングなんですねタンクコマンドさっきのがレッドですねレッドフラッシュが乗り込むやつですねそしたらこれはちょっと待ってね合体準備をしましょうロケットパンチを。 懐かしいですね。あの、昔の問いは、もう、デラックス問いは、ほとんどもうこういうロケットパンチがありましたね。パンチを取り付けて、この中に入れると連動して、こうウィングが出てきます。ああいや、なんかさ、変な話。僕たちは年を取っていくんだけど、おもちゃってずっと変わんないよね。なんか、アニメのキャラクターとかヒーローたちって、いつまでも年を取らないなという印象です。 これがジェットデルタですねかっこいいデルタ型のジェット機ですアタックタンクアタックデルタそしてこれがアタックシーカーですねこれあれなんだよなあの普段は母艦のスターコンドルというところから発信しますスターコンドルテイクオこの時の宮内高之さんの歌がすごいかっこいいです ね、尾翼が2つあって、さっきのデルタと同じような感じなんだけど、細かい部分がちょっと違ってて、ああ、ちょっと緩いね。後でメンテナンスしましょう。こんな感じですね。そしてこれは、あの、あれ。あれが、こうね、レドームがついてる。これがかっこいいんですね。これがアタック、えー、ジェットシーカーですね。<laughs> もう完全にね、あの、もうタイムスリップしちゃってますね。かっこいいです。じゃん改めて机の上に置いてみました。で、ごめん、さっきのさ、シーカーなんだけど、ここね、よく考えると、こうポッチがあって、行き切ると、クリックがあって止まるんだわ。ああ。やっぱよく考えられてるよね。というわけで、この3体です。うーん。これがさ、ロボットに変形合体するとはちょっと思えない、と思わないいいよね。 早速、合体させよう。合体フラッシュクロス。えっ、ー、とね、えー、まあちょっと僕が好きなように、えー、合体させてください。まずはね、これからいこう。デルタ。まずはウィングを折りたたみ、このようにします。そしたら、えー、これがすごいんでね、ここを引っ張ると、お伸びて、こっちに倒れます。 ウィングを倒し、くるっと回して、下に下ろすと。そうするとこのようになります。一旦こんな感じ。さあ次、シーカー。これつけたままにしておきましょう。ウィングを畳む。す、う、べ、ん、てがクリックでピタッと止まるところが気持ちいいですね。引っ張ったら今度はこれをこっちに持っていき、 ウィングを収納下に下ろすとそうするとこうなりますそしたら最後にタンクコマンドこの部分を全部後ろに持っていきますこうでそうするとねこういうふうになってでこれあの劇中でかっこいいのがこれがねどうなるかっていうと こういう感じですね。これがこの中にこうズボッて入るんですね。入って、ここで。あ、ちょっと待ってね。ここ結構壊れやすいから。ゆっくりいきましょう。せーの。うん、はまります。反対側も。こうですね。こう。これでね、はまります。そう、ここ、ここ、ここ。 これがかっこいい <laughs> あのね劇中でこういうこ,こまでこ合体します一旦このシールド外してここが開きこれがこの機種がこの中に入りますで反対側ここもカバーを開きここの小さいウィングがこういうふうになってこの中に入りカバーを閉じると。 はあ。さあ、そしたら最後。この頭部の部分ですね。この部分を後ろに倒し、そしたら最後に頭部を反転させれば、これで合体完了フラッシュキングだーおー見事にね、フラッシュキングに合体しました。どうでしょう 本当に珍しい合体パターンでしたよね。うん。今でもあまり見ないパターンです。ちょっと手で持ってみましょう。なんか不思議なんだよね。いつまで経っても、なんか憧れの眼差しなんだよね。うん。子供の頃のおもちゃなんだけど、子供が遊ぶものなんだけど、なんかずっと僕にとっては、こう憧れのものに見えます。正面。綺麗な左右対称になってます。ここだけが。 ああまあね、このシールドがついてるかついてないかっていうだけですね、まあ、これも取れるまあ、と取ろうかうん綺麗な左右対称になるっていうねでまあ色がちょっとね赤と青で違っているとか近くで見るとこんな感じ頭部のこことかあとは胸部のところにねプリズムあのこのフラッシュマンはねこうプリズムが何ていうかテーマというかよくこう劇中で描かれてたんだけど、うん、プリズムのようにキラッときれいに光っています このメッキの使い方と、このダイキャストの使われ方がすごくいいですね。ボリュームがあって、手で持つとこう、ひんやりずっしりという感じです。うん。よくできてるなという感じですね。こんな感じ。可動範囲に関しては、まあ、そんなに動かないんだけど、頭部が動くっていうところが結構すごいなと思います。それから腕。男のハチクリック。このようにね、動きます。まあ昔から戦隊ロボって、まあほぼ腕がちょっと動くとかね。 まあ、その、ロボットによっては頭部が動くとか。まあ、それぐらいなんじゃないかな。足はもう全然動かないという感じなんだけど。ハの字も何もできないんだけど、うん、なんか、なんかいいなっていう感じなんだよね。で、武器は、あの、イエローフラッシュがね、あの、昔の戦隊ってイエローがね、レッドから指示されて、オッケーって言って、っていう描写が結構あったんだけどね、このフラッシュマンはイエローフラッシュに、あの、コズモソードだって言うとね、オッケーって言って、こう、スターコンドルから、こう、 剣が、アスターコンドルというね、母艦からこう剣がやってきて、なんでこれでこう剣を持つわけですね。もう剣を持ったらフィニッシュですね。スーパーコズモフラッシュあの、フラッシュキングジャンプって言ってこうジャンプしてこう回転してこう切るっていうね。なんかロボ戦もかなりシンプルというか、ああ、なんだろ、子供心にあっという間に終わっちゃうというか、割とパターンが決まってるんだけど、うん、それでもなんか、何回見てもあの変形型はかっこいいし、 頑張れフラッシュキングって感じでねいつも応援してましたねあそうこの名前もいいよねキングあのちょっと前までこの戦隊の前まではなんとかロボとかねそういうのが多かったんだけどこれフラッシュキングだからねこの名前がとにかくかっこええあと僕が印象的だったのはあ劇中の中盤でフラッシュキングが大破したってとこかな手,手と足がもげて衝撃でしたね まあこれは結構今でも語り継がれてると思うんだけど、うん、本当にリアルタイムで見てた僕はショッキングでした。いやー、懐かしい気持ちに浸れました。あ、そうだ。終わろうと思ったけど、せっかくだから戻しもやろうよ。<laughs> 戻し変形いきます。もう本当にシンプルだから、簡単にできるところがいいよね。さっきと同じプロセスで逆にしよう。 子供が扱っても全然いけるぐらいのギリギリちょっと程よい、程よい難易度なんだよな。このパタパタがすっごい気持ちよくて、最近の成功によくできたハイエージトイもいいんだけど、ごめん、今ミサイル、ミサイルが飛んできました。結構あるあるです。あの、よくあるあるなんだよね。いきなり触ってるとバーンってこうミサイルが飛ぶ。いや、何の話したっけま、あいいや。で、 こね、昔はこういう黄色いスイッチがあったからこれを押してこうロックが解除されるとかね本当によく考えられてますあ子供でもこう変形ギリギリ変形できそうなこう難易度になってますね一個難点があるとするならばこの3次元スライド合体っていうね、うん、この合体パターンによる破損がねちょっと多かったというか子供が扱いきれなかったっていうのは聞いたことがあるうん けど多分自分は子どもの頃これでガシガシ遊んで全然壊した記憶はないんだよななんかこの時代の頃って今は大人になってもう当たり前のようにガング買ってるけどあの多分みんなもそうだと思うんだけどこうボロボロになるまで遊んでたと思うんだよねそういう気持ちをなんかこう呼び覚ませてくれるというか一、うん、個一個のおもちゃをこれからも 大切にしていきたいなという気持ちにさせてくれます。この小さいパチパチ決まってくクリック一つ一つがね、こう手に伝わるんだよね。それがすごい気持ちよくてさ。いいですね。この時代の問いはいいですね。いいって言える。これもいいし、あ、そっか、これもごめん、これ、ね、出した、うん。この時代のものもいいし、今のものもいい。 いい、いい部分が、それぞれにあるなぁと思いますね。こう最近の問いは結構こういう細かいいじり豪快なのもあるんだけど、昔のやつって結構指先を使うようなところがあったりとかして、うん、そういう小技が効いてるんだよね。という感じで元に戻りました。うん。これはね、何回も変形させたくなるね。一通りの遊び方は、こんな感じ。 というわけで今回の超新星フラッシュマンフラッシュキングデラックスフラッシュインボックスのレビューいかがだったでしょうかこの動画を見てるあなた懐かしい気持ちになれたでしょうか全然世代じゃない人にとってもねスーパー戦隊シリーズのこう歴史を知ってもらえたりなんかこのフラッシュキングの素晴らしさを感じてもらえたら嬉しく思います僕は本当にこう、うん、とにかく懐かしい気持ちに なりますね。うん。これからも大事にしたいなと。その思い出も含めてね、大切にしたいなと思いますね。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加もどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、ては、フラッシュマン僕も超激世代だよとかね。あ昔、フラッシュマンごっこやったよとかね。 などなどどんなことでも結構ですみんなからのコメントあ SMP で欲しいねとかねどんなことでも結構ですみんなからのコメントを待ってますそれでは次の動画でお会いいたしましょうわたようでしょうまたね